どうもアガポニです。今回はサーモンランのエクストラウェーブで出てくるおかしら鮭、通称横綱を倒すためのコツ、攻略情報の紹介です。それでは早速いきましょう。サーモンランは基本的に3ウェーブまでですが、バトルランクが駆け出し以上になると3ウェーブ目をクリアした後にランダムで発生することがあるのがこのエクストラウェーブになってます。このウェーブにおいては金いくらの納品ではなくて、この横綱を倒すことが目的になります。ただ横綱を倒すのはかなり難しいです。私の体感としては成功率は 2,3 割といった感じの高難度になってますね。でこのウェーブの発生に関してはランダムではあるんですが、クマさん紹介の中にいる時にこの右上に表示されている横綱型のゲージ、これが最大まで溜まっていると発生率が上がるといったものになってます。このゲージ自体はバイトが成功しても失敗しても必ず少しずつ溜まっていきまして、5回目時点で最大まで溜まります。その上でエクストラウェーブが発生した場合ですが、横綱の討伐が成功しても失敗してもゲージはリセットされることになります。で推移においてはウェーブ3の状態から引き継がれることになりまして、配布武器に関しては交換になります。なのでウェーブ3までに使っていなかった4種類目の武器を持つことになりますね。スペシャルに関してはウェーブ3までの使用状況に関わらず1回使えるといった状態になってます。なのでゲージがマックスまで溜まっていて横綱がほぼ出てくるような状態であってもスペシャルをね温存しておくという意味はないです。この点からスペシャルはウェーブ3までに使い切ってしまった方がお得なので、少しでもピンチの場合はどんどん切っていくのがいいかと思いますね。でこの横綱戦においても通常時と同じように大物鮭と雑魚鮭が出てきます。逆に言うと通常時の状態にこの強力な横綱が参戦してくるような環境になるので、その難易度は跳ね上がることになります。特にね満潮時だった場合は最悪で、カオス状態は避けられないレベルになってますね。で大物鮭を倒した場合同じようにキンイクラを落とすんですが、横綱戦においては A ボタンのイクラ投げがイクラキャノンによる砲撃に変わってます。この砲撃が一発でおおよそ800ほどのダメージになっていまして、通常武器で攻撃するよりも大ダメージを与えられるといったものになってます。しかもインク消費はゼロで打てるので、キンイクラが手元に複数ある状態であれば連続して打ち続けるといったこともできるといったものになってます。なので大物鮭をどんどん倒して出てきたキンイクラを横綱にぶつけていく、このサイクルをどれだけ素早く回せるかが横綱討伐のポイントになってます。まず前提ですが、横綱にはメイン武器による攻撃もダメージとして入ります。なので近くにすぐ倒せる大物がいない場合はとにかく横綱をメイン武器で打ち続けるといったことをしておくと討伐の確率を上げられるかと思いますね。有志の方の検証によると、単純にメイン武器で打ち続けることができた場合の方がいくらキャノンを使った攻撃よりもダメージ効率がいいという結果が出てます。この理由はほとんどの武器が1秒間あたりのダメージ、いわゆる DPS が300前後であることに対して、イクラキャノンの威力は800という点から来てます。要はメイン武器で3秒打てれば900前後のダメージが入るので、3秒以上かけて金イクラを1個拾いに行くくらいであれば、その時間を使ってメイン武器で攻撃し続けた方がダメージを稼げると、まあ、そういった内容になりますね。ただ実際はですね、横綱一体を相手にするわけではなく大物が複数湧きつつ雑魚も大量に湧く状態になります。この状況下において大物と雑魚を一切無視して横綱だけをメインで打ち続ける、しかもインクがなくなったら潜伏して回復といった動きはまず不可能になってます。なので基本は邪魔になる大物を倒して金イクラを回収、イクラキャノンで砲撃というのが効果的になってます。その上で金イクラをすぐに回収できないような場合はメイン武器でも攻撃といったイメージを持っておくのが理想といったところですね。でここでポイントなんですが、イクラキャノンによる攻撃は当然横綱以外にも有効なものになってます。インク消費なしで一撃800ダメージ入ることに加えて射程もかなりあるので、これを使わない手はないです。鍋豚は一撃で倒せますし、爆弾もね弱点に当てれば一撃です。肩パッドのコンテナも一撃なので、ボムと併用するとインクを温存しながらすぐに倒すことができます。体力がある鉄球も先に当ててからメインで撃つと速攻で倒せます。モグラも同じように倒せますし、コウモリも同じ感じで倒せます。なので大物を倒した後の金イクラの理想的な使い方としては、
3個のうち2個を横綱に砲撃して1個を背負っておくようにすると、次の大物を見つけた時にイクラキャノンを使って速攻で倒せることになるわけです。でまた2つを横綱に使って1個をストックといった感じで立ち回るようにしていくと、大物を倒す時間がぐっと少なくなって、結果的に横綱への攻撃チャンスが増やせるというわけですね。味方との連携状況によっては横綱に打てる球数は変わってくると思いますが、常にね1個はストックといった感じで意識しておくといいかと思います。すぐに進路を切り開きたい時なんかにドスコイが邪魔だったら思い切って使ってしまうのもありですね。それとスペシャルでカニタンクがある場合は開幕時点のまだカオス化していない状態で使ってしまうのがいいかと思います。カニタンクの射撃ダメージの威力は他のスペシャルに比べて抜きん出ているので、全弾当てることができればおおよそ横綱の体力の6分の1から5分の1程度を一気に削ることができるので、かなり有利を取れるかと思います。どうしてもね横綱が倒せなくて、かつ達人プラス1以上のランク帯である場合はランクを下げるという選択肢もあります。ランクを下げる方法は熊さん紹介の中で開ける L ボタンメニューを表示して ZL を押すことでリセットすることができます。このリセット操作をしても下げられるのは達人ランクまでなんですが、高ランク帯の横綱戦に比べると楽になってくると思うので、特にねランクにこだわりがなければ検討してみるといいかと思いますね。横綱戦が発生した場合の報酬についても簡単に説明しておこうと思います。まず通常のウェーブ3までの報酬ですが、これは横綱の討伐の成功失敗に関わらずもらえまして、評価も上がります。横綱戦が発生したということはウェーブ3まではクリアしていることになるので、まあ、当然といえば当然ですね。で横綱戦が発生した場合は横綱戦専用の報酬が発生することになります。この報酬も討伐の成功失敗に関わらずもらえるものになっていまして、内容としてはお頭鮭の鱗というものになってます。この鱗は金銀銅の3種類がありまして、何に使えるかというと熊さん紹介のこの窓口で各アイテムとの交換に使えます。ちなみにバイトの作業着を交換した場合はこの奥にあるロッカーで着替えることができますね。でこの鱗報酬に関しては4人とも全く同じ内容がもらえるといったものになってます。一応報酬自体は討伐の成功失敗に関わらずもらえるんですが、入手できる鱗の数と種類に関してはその時の難易度を表す指標危険度と言われるものですが、これが高いほどより多くかつ貴重なものがもらえるようになってます。ただ危険度が高い状態でクリアしたとしても数が飛躍的に増えるといったことはないので、目的の報酬を手に入れるためには何度も横綱戦をチャレンジする必要があるといったものになってますね。最後にね横綱戦の一連の流れが分かるようにノーカットの討伐動画を載せておこうと思います。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。